前回のカズクラ、視聴者さんからすごい情報が来た。どうやらエルダーガーディアンをトロッコに乗せることができるみたいなんだ。そこで頑張って作業、なんだかんだ時間はかかったけど、ぐるぐる回すことに成功いたしました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。また頑張ってしまったよ。またね、今日もね、みんなを笑顔にすることができると思うんだ。まあそんでもう卒業式とかだったのかな。みんな勇気振り絞ってるみたいだね。頑張って。一番いけないことは思いを伝えきれないことで終わることです。自分を信じて前に、相手と過ごした日々を信じて。深いわー。いやほんとね、視聴者さんも優しいし、勇気を出してね、相談した。そこの君、結果どうなるか分かんないけど、絶対にいい経験にはなるはずだ。いやーでもやっぱ頑張ってんだな、みんなね。うん、俺もね、いろいろと頑張るよ。ほんで前回のも大変だったんだけどさ、ちょっと見る？見てくれたらどう？前回飛ばさずに。飛ばした？ちょっと待って。仕方ねえ。ちょっと、いや、ちゃんと見ろよ。前回の丸々見ろよ。あっちにな、すごいのいるんだからな、これ。あ見えた。ちゃんと回ってるかな？あれ？あ、待ってる、待ってる。びっくりしたー。これめっちゃ大変だったかんだから、これ。回ってんね。おう、狙うんかい。危ない。うーわ、ほんとすごいの俺作ったと思う。かわいいなー。いや、ただ、そんだけだけど、うん。まあ、やっぱ、カズクラって言ったらロマンだからね。うん。カズクラっぽいことは、できたような気がする。まあ、そんで、ついにね、明日イベントだよな。カズクラリアルイベント。福井の方で、朝早いんだけどね。10時45分で、ハピリンの方で、カズさんがいるイベントがあります。カズさん軸じゃないよ。うん。カズさんもいるイベント。うん。福井の歴史を勉強できるっていう、本当にね、もういつもの動画並みに、教養に長ける、素晴らしい放送の回でございますよ。大丈夫かな？これ前飛んでって。危な。ご神木にぶつかるとこだったわ。まあ、そんでね、ハピリンという会場でやるんですけども、ハピリンですね、わかんない方も、おー、ちょっと待って。いて。ここまでかな、お見せしたのは。うん。ここまでだったと思うんだけど、これじゃちょっとわかりにくいと。まあ、実際ね、調べた方いるかもしれませんけども、まあ、ご指摘きましたね。ハピリンの丸いの楽ね。いや、ごもっともでございます。っていうか、分かってんのか？丸いのってすんげえ大変なんだぞ。いや、でもね、もし、一人でも二人でも来るっていう時にさ、わかんないと。なんか、カズクラのと比べて来たんだけど、どれかわかんなくて、来たけどイベント行けなかったじゃんっていう方がね、いらっしゃるとほんと困るから、作りますよ。丸っこいやつ。というわけで本日はね、丸っこいの作り行ってみたいなと思います。いやー、それでね、すごい大変だから、裏クラでちょっとね、頑張りました、これ。こんなんでいいのかなぁ。もうちょっと作っとくか、これ。今回ですね、なんか白っぽい球体、まあ、メタル系なんだけどさ、もちろんね、鉄そんなないから、うん。白のガラス、うん。これでいこうと思ってんだ。ほんで、もう途中まで作ったんだけど、ほら、見えた？いや、なんかこれね、建物から飛び出してるような感じになってるんだよね。写真見るとさ。ほんで、中途半端にこうやってさ、建物から出る部分だけをやってってるんだけど、無駄に難しい。逆に難しかったわ。綺麗に最初から、丸作ってった方が、うまくいくと思う。ただもうここまでやっちゃったからね。続き、俺、頑張っていこうと思う。まあ、本日は、建物から飛び出た部分を制作という感じでございます。でも位置的にね、待ってね。ここが1、1つ。あれ？数え間違えたな。うん。今ね、10段目の方まで作っておきました。あー、これでも大変だったんだよ。で、次はね、11列目。いや、もうこれかなりの技術いるからな。みんな絶対やらない方がいいぞ。あ、ごめん。おお、電話。電話。あ、やべ、夜だ。しっかりと寝ないとな。一度、ホテルで。このホテルで。よいしょ。さあ、ではね、不時着。もう決まった。ではね、11段目から作っていこうと思います。ちなみに今回は、幅20マスかな。そうだね。幅20マスのでっかい球体ですよ。では行きましょう。もうここまで行くと結構ね、簡単にはなってくるんですけどね。ぽい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 。よーし、ほんです。ビルの、上の方から、ちょびっとこれはみ出てるからな。
そこも再現しないとダメだろうな。ちょっと待ってろ。効果わかったぞ。おー、頑張って、みんなの笑顔のためにっていうか、みんなが迷わないようにね。こう来ないの明日？いや、全然いい。うん、全然いい。あ、来なくてもいい。あの、いつかね、あの、福井駅来ることあったら、ぜひ確認してください。この再現度の高さね。ちょうどね、これ、あの、マンションになってるんですよ、上の部分が。融合だよね、これ。もう狙って作ったかのごとくね、完璧ですよ。ぽいぽいぽい、ぽいぽいぽい、合ってんのかな、これ。心配だな。まあ、とにかくやってみよう。なんか黒くなったんだけど、これ。ないない、怖い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 、この黒いの。よーしよ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 し。はみ出る部分が、できて、いい感じにできてってるな、これ。今回ちゃんと透明だからね。余計なブロックとか、しっかりね、これ壊しておかないと。ダッサい感じになっちゃうからね。注意していこう。よーし、いい感じだ。な、続き、頑張って、やっていきます。あれ？なんかずれてんだけど、これ。なんでだろう、これ。あれ？おかしいなぁ。あ、わかった。全然違うし。全然違うし。おー、混んで合ってる、混んで合ってる。いや、難しいからね、これね、ほんと。まあ、とりあえず寝よう。おー、なんで俺こっちに今吸い寄せられたんだ。なんでだろう。ベッドがある方角はあっちだ。ほんと、ちょこちょいなんだから。さあ、猫ホテルへ行こう。よいしょ。あー、よく寝た。おほほほ、いいやないの。いいやないの。あとはミスなく作ることができれば完璧だな。ミスってんね、これ。なんでこんなにミスれるんだろう。こうだよ。そうそう、こういうこと、こういうこと。よし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 。なるほどね。あ、でも全然足りない、これ。わ、でも段取りしといてよかった。無駄にね、長い動画をね、皆さんにね、見せるとこでございましたよ。よいしょ。やっぱみんなのね、貴重な時間を使ってもらってるんだから、恋だけの部分だけを見せたい。時間の浪費だけはね、みんなにさせないから、安心して。よし、行くぞ。よーし、もうラストだぞ。あとは、これを貼って出来上がりだな。よいしょ。はぁ、できたぁ。疲れたぁ。あ、でも、ちょっと、雰囲気わかんないよな。ちょっと待ってな。もう大サービスだ。ちょっと、軽くね、石貼る、壁貼るわ。軽く。今は、とりあえずもういらない、これ。石。いやぁ、やっぱ壁を貼らないとね、ここの壁をね。この壁にね、玉がめり込んでるような感じを作り出してるんですよ、これは。ということは、余計なところに、壁を張っていけばいいってだけの話だな、これは。あ、結構早くできそうだな、これ。あ、できるぞ、これ。あ、いいやん、いいやん。あとはこっち側だな。ちょっと待ってなさいよ。よーし、これ、仮の壁張りは完了だ。見ますか。あ、というか、米読みしてなかったな、今回あんまり。カツクラの良いところは、タイトルの内容が薄すぎる代わりに、あ、内容が濃いと。そうなんですよ。いつもサムネとタイトルで薄いって決めつけられるんですけども、見てみると、濃いと思った人いっぱいいるよね。いや、今回もね、そういう回ですよ。またこれ、裏クラでね、ま、いろいろ頑張らないといけないと思ってるんですけども、あ、これもね、まだまだ骨組みができてなかったので、作ってるとこです、これ。おお、危ない危ない、行くとこだった。うん、じゃあね、球体が飛び出てる様子、見ていきましょうか。行きますよ、行きますよ。ここだな、ここ。せーの、てねーん。お、思った以上にいい。ちょっと思った以上にいいじゃないの、これ。あ、すごい。俺すご。できてるよ。いや、ただあれ、白い方は、ただの白ブロック。いやいや、そんなことないよな。いや、透明ブロックいいよな、あれ。うん。ゾンビ湧かねえし、何より。うわ、いいの出来上がってる、これ、絶対。めっちゃかっこいいやん、これ。あぶ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 、やり残しって言われるとこだった、これ。ペイ。うわぁ。はぁ、もうというわけで、もう、こんでね、もし来られる方、ね、おりましたら迷うことないでしょう。この建物でございますよ。ただ、このプラネタリウムではやらないので、気をつけてくださいね。プラネタリウムではございません。このどっか横のところの会場でやるとは思うんだけど、あんま知らないんだ。うん。なんで、また明日。
うん、お会いできる方はお会いしましょう。でまたね、なんか実際来た人とかさ、なんか違うとこあったらぜひぜひね、また教えてください。ツイッターでも何でも構いません。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。